僕最近なんかアプローチがなあ、そういえば杉ちゃんがね、アプローチ打つ、いいんですか、じゃあ打ってみますか。いいんですか。我が家で昔伊沢さんが練習の途中に僕がコーシック行ってたら、まあまあ自分の好きなように、まあじゃあ10ヤードぐらい打ってみますか。10ヤードぐらい、キャリー10ヤード、キャリー10ヤード、はい、はい、意外と外さなかったね。そうですね意外となんかうまくいっちゃいましたね空気の読めない本番に強さ、本番に強いっていう、意外といいね。意外といいですか。意外といいけども、はい、まずじゃあもうですか。もう2球しか打ってないですもん。いやもう1球目からです。あ、そうだ、いやいやいいですよ、はい、まずは、はい、10ヤードだから、はい、クラブはアプローチは短く持ちます。そうですよね、はいはい、そこまで短く持たないです、はい、そうです、はい、でこれ右手を押さえて、はい、そして、まあ、グリップはさっき言ったように緩く、緩く、はい、ゆるゆるで、ゆるゆる、もうゆるゆるでいいですか、はい、ゆるゆるでいいです、はい、もうこれで緩く握れないっていうぐらい緩く、もう落ちちゃうぐらい、そんな感じです、はいはい、そしてボールはだいたい右足のつま先もしくは親指、この近辺が、あの、そうです、ピッチエンドランの基本です、はい、で足をほんのちょっとだけ広げましょう。広げる、そうそうそう、はいはい、それで少し左足体重で、そう、この辺に体重がかかる感じ、はいはいはい、それで10ヤードをキャリーさせて打ってみましょう。打つ感じで、はい、整いました。そう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 、あれ、こんなゆるゆるで、ゆるゆるでいいです。いいんだ。全然ゆるゆるでいいです。あの、僕気づいたんですけど、ゆるく握るとゆっくり振れます。まあ、それはそうよね。慌てて打てないからね。はあ、ゆるく握るとね。だいたいシャンクとかちゃっくり出るときってもうこんな感じじゃないですか。確かにね。多い。そうか、怖いからしっかり握ろうとしすぎたんだな。そう、もうゆるゆるでいいです。ゆるゆるだ。はい。うわ、気持ち悪い。あ、でもこう構えると気持ちいい。右足、そうそうそう、ちょっと左足で、そう、おすごっ、そう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 、伊沢さん、ありがとうございます。これで60代見えてきました。それはないね、それはない。なんか、あれ悪くないね。悪くない。いや、だから僕飛ばしたいんですけど、どうしてですか。ドライバー？はい。S シャフトかな。R？ いや、S ですね。S、はい。S、ありますよ。ウォーミングアップ。グリップ緩くよ、はい。はい。これも一緒なんですね。アプローチとして。グリップは緩く。アプローチは同じぐらい緩く。いい感じで状態に力が入ってってことは入りすぎてるってことだな。そういうこと、そういうことです、はい、まずグリップ握ってください。いっぱいいっぱいに持ちすぎです。持ちすぎです、はい、もうちょっと、はい、これぐらいですか。まあまあそこまでいかなくてもいいけど、ギリギリ、あの、基本的にあんまりこう、はい、こういうふうに中まで入っちゃってると、はいはいはい、基本的にはちょっとやっぱり緩く なっちゃって、はいはいはい、無駄な動きが出るんで、この中に入らないように、うん、ここギリギリここまででいいんで、これぐらいで、はい、これぐらいですね。これにグリップエンドが来ればいい。そうです、これぐらいに、まあ、もうちょっと長くて、ね、それ、うん、これぐらいで、はい、そうそうそう、これぐらいだそうです、はい、左の、まあ通常よく言われたのは左のかかとも、もう戦場だったけども、約ボール1個つって大体この辺だね、やっぱり。あ、なるほど、かかとよりもボール1個上げて、ここにボール、ここにボールが来る感じ。そうそうそう、大体今はその辺に来てる感じが多いですね。多いん、はい、へー。状態の力ってどうやって抜いたらいいですか。状態の力、まずアドレスで抜かないと状態力入っちゃうんで、はいはい、アドレスからグリップも状態も緩くしといて、あとは腰の回転だけでスイングをして、そう、こうしてあげるでしょ、はい、上げたら、は
げたら、ここから腰を回していって、少しクラブは体にこう巻きつくような感じでいかないと、こうやって、はあはあ、ここから回すんですか。よくこっちからこういくってそれは人による。あ、人による。イメージ、回しやすい方、回しやすい、意識しやすい方で、うん、そうそうそう、からそう、腰を回していって、いいよ、どんどん回していって、少しクラブがこう巻きつくような感じで来ると、インサイドからこうやって入ってくるから。ああ、なるほど。さあ行ってみよう。腰の回転を使ってちょっと巻きつく感じで、ほら、今よかった。今のいいですね、うん、今よかった。あ、巻きつく感じ。今伊沢さんにここをちょっと押さえておいてもらって、腰だけを回していくようなイメージをしていったら、そうそう、ね、そうそう、あとはもう設定ついてて大丈夫。でもここの時に力入ってたら遅れちゃうんですね、うん、この時に力抜けてるから、あとヘッドが走っていくから。覚えてます、ワールドカップの時に僕たちがおにぎり作ったの。炊飯器スイッチ入ってなかったみたいな。あのワールドカップ優勝した2002年ですね。そう、あの時伊沢さんが丸山さんの誘いを最初断ったんですよ。ワールドカップ出ようよって言って、それなんで断ったかって言うと、お米ないでしょって。やっぱ白ご飯ないとね。ね、白ご飯ない。力出ないね。そう、そしたら丸山さんが電話をして、大丈夫だよ、俺らが炊飯器と米持ってくからって言って、で、後ろでマネージャー、当時のマネージャーと僕と二人で、これ、多分僕らが米炊けってことですよね。それで、じゃあ行くって言って、来ていただいて、おにぎり、白ご飯に誘われてきたら優勝したと。犬じゃないんだよ。犬じゃない。大体まずホテル出発するのが2時間前とかじゃない、スタートの。うん、で、選手を起こすのがそのまた1時間ぐらい前でしょ、うん、それよりまた1時間前に僕らを来て、ジャーを確認しておにぎり握って、そう、炊きたてのご飯やって、梅干しも持ってって、で、しかも僕キャディやってましたからね。そうだね、すぐじゃね、1日長かったっす。これはもうおにぎりのおかげですよ。サポーテッドバイおにぎり。伊沢さんのアドレスってすごい、どっちかというとカッチリしてたようなイメージがあったんですけど、あ、でも両手抜けてたんですか。カチッとしてるだけで力感は入ってないから。あー、なるほど。別に猫背で、あそこは背筋は伸びてても、そうそうそう、そこしてこう、はあ、こういう感じだから、はあはあ、ちょっと噛めちゃう。すごい、これね、そっち、こっちから撮った方がいいかな。こういう感じで、そう、すごいカッチリしてるんだけど、これでゆるゆるなんですか。結構ゆるいよ、これ触っちゃったら。結構ゆるいです。いや、なんか疲れてんじゃないの。なかなかいないです、伊沢さんにここまでね。ありがとうございます、本当に。いつもすみません。いやいや、もう一回カメラ、はい、本当だ、でもカッて感じじゃない。本当だ、ゆるいっしょ、状態ゆるい。じゃ、そのまま、この辺ぐらいはちょっと力入るけど、力が入るというか、まあ、そうですね、ちょっとこう、はい、状態を起こさなきゃいけないだけ、うん、支えてるぐらいの感じですね。そうそうそう、張ってるわけじゃないですもんね。こうならないように、うんうんうん、まあちょっとここに若干張るけどね。まあそれぐらい、あとはもう全然大して力入れてないです、はい、そうなんですか、うん、ちょっと一発これで、はい、軽めに、ボールの位置大丈夫ですか。大体合ってます。 OK です。いや、 やっぱ音が違う。いや、杉沢さんほどじゃないですよ。いや、まあそんな差はないですけど。でも一丁おかわりですか。すいません、ね、おにぎりおかわり。おにぎりおかわり。おにぎりおかわりで。お願いします。はい。
状態力逆にもう構えない歩いてってよねしゃーすでーすボールにちょっけい今ぐらいじゃないですか。まあ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 、まあ、皆さん絶対上手くなりますよ。ここ過ぎちゃってもこれぐらいできるんだからね。そうですよね。しっかり振り寄せて、あとは全然フリックも余裕なんて言ってたし、あ、そうなんですか、うん。